和歌山県の取り組みをお伝えする紀の国21、テレビ和歌山アナウンサーの佐藤瑞穂です。それでは早速今週の特集をご紹介しましょう。前半は広く県民の模範となる方を称える県知事表彰受賞者の功績を紹介、後半は農村地域の暮らしや環境を豊かにするための県の取り組みを紹介します。では早速前半の特集、平成29年和歌山県知事表彰です。まずは和歌山県知事表彰の目的や概要について秘書課の小川さんにお聞きしました。和歌山県知事表彰は産業の振興やボランティア活動などさまざまな分野において活躍され、県民の模範となるべき個人や団体の方々を表彰し、その功績を称えることを目的としております。この表彰は昭和28年に始まり、大変歴史のある賞となっております。今年も長年にわたり献身的な活動を続けられ、和歌山県の発展に貢献された方々が受賞されました。5月30日、和歌山市のホテルアバローム紀の国で平成29年和歌山県知事表彰の表彰式が行われ、和歌山県知事表彰を受賞した個人45人と7団体に仁坂知事から表彰状と記念品が贈られました。式辞で仁坂知事は、皆さんは人の鏡というべき立派な方々で、今日の和歌山県の礎を築かれましたと表彰者を称えました。続いて文化振興の部門で知事表彰を受賞した東京都の博物学者で水方熊楠に関する著書がある小説家の荒俣博さんが受賞者を代表して挨拶しました。荒俣さんは生誕150年を迎えた水方熊楠の講演を行うなど、熊楠や熊野の歴史文化を発信し、和歌山県の文化振興に大いに貢献しました。荒俣さんは今後も熊楠を通じて和歌山を発信していく考えを述べました。和歌山県知事表彰は今回を含め、これまでに5049人285団体が受賞しています。それでは地域おこしの部門で和歌山県知事表彰を受賞した白浜町の阿吾の私保存会の活動を紹介します。白浜町の引き川を訪ねました。阿吾の私保存会は平成18年地域住民により結成、大辺地街道では唯一船で渡る熊野古道阿吾の私を50年ぶりに復活させました。以来8200人以上に利用されるなど、渡し船を通じて地域に大きく貢献しました。阿吾の私保存会の西会長に知事表彰を受賞した感想などをお聞きしました。まあいろいろ苦労ありましたけどね、やっとまあ知事さんに認めてもらったという感じがしますね。嬉しいことです。はい、やってきてよかったなとまず思いますね。あのね、これは、熊野古道が、世界遺産に登録されて、その後1年後に僕たちこの阿吾の私保存会を立ち上げようということで取り組んだことでした。それでまあいろいろ苦労もあったんだけどね、まあある地元の製材所さんの社長さんが、まあその船を起動してくれたきっかけに、あ、じゃあそこもやってくれたら僕らも地元の住む我々がね、なんとかこれを保存していこうということから始まったんですよ。意外と、中江寺の方は結構その情報発信もして、お客さん多いんやけども、この辺でも大江寺の方はまだまだその情報発信ができてないということもあるんでしょうが、年間にしたら700人から800人程度です。片や中井寺はかなりの量がね、あのバスを連ねて行ってる見たらね、ちょっと寂しいなという気がしますね。大江寺の方はだから行政の方にもっともっとね、あの発信してくれというお願いもしてるんですよ。
熊野古道にはいくつかのルートがあります。熊野古道大辺地は田辺市から那智勝浦町をつなぐ海沿いの参詣道で、万葉の昔、都人が海路を併用しながら利用したとされる古道です。また熊野参詣のルートとしては中辺地が多く利用されたため、大辺地は時間に余裕のある庶民や文人が枯れ木灘や熊野灘の風景をめでながら歩いた道であったとも言われています。阿吾の私はその大辺地街道富田坂を下った阿吾の集落から仏坂へ引き川を渡る渡し船で、大辺地街道では唯一船で渡る熊野古道です。阿吾は旧引き川町の中心地である引き川の河口からおよそ9キロ上流にあり、大辺地の要所として発展しました。現在は国道42号線が海岸ルートの中心となっていますが、当時はこの富田坂から仏坂を越す街道が主要ルートとなっていて、阿吾が重要な位置にありました。大変です、これ。まず船の管理、木船でしょ。もう年に3回はね、ペンキ塗ったり、その水漏れを防ぐのにね、大変なんです。それと、船と違って、海の船と違って、その、導水やでしょ、川の導水。これをね、夜中でも引き上げに来なかったんですよ。海だったら、この漁港あってね、そこにも避難したいけども、川の場合は陸へ上げんと流れさせるんでしょ。まあ、それが一番大変ですね。だから船頭さんに夜中にね、サイレンになったら、おい、なったぞと、出てくれよって、もう本当に夜中にも言ってるんですよ。それが一番大変ですね。もう高齢になってきてるんですよ。後の後継者どうしようかということが一番の悩みになってるんです。それとボランティアでやってるんですよ。もうその志でね、心意気っていうんかな、僕が多分おそらく病気でも倒れたら、おそらくもう解散すると思いますわ。あとどうなるか、僕それ一番心配なんですわ。本当はやってほしいんやけどもね、気持ちあるんですよ。年齢を考えると後継者が一番心配だと話す西さん。渡し船を利用するお客さんの声が一番の励みになっているそうです。まあ、この熊野古道あるかって聞いて、この川を見てまず綺麗ですねと、水鳥も綺麗ですねと、熊野はなんでこんなに綺麗ですかって、こういうね、評価を受けたらね、あ、我々は財産を保有してるんだなと、もうつくづくよその人にね、なんていうかな、認められてから自分らが感じてるような、そんな次第ですわ。まあ、だからこれを自慢にね、やっぱり後世に残していきたいなと、その気持ちまずありますね。まあ、僕ら船頭さんの年齢は平均、僕が今75です。一番上がね81かな。だからだいたい平均したら70以上ですね。そういう年齢で今やってるんですよ。だからこれいつまで続くか、それが一番の心配なんですよ。ただね、地元にもまあそういう今日も若い人を一人やってくれてるんですけども、この人らも中身がからんと今入ってくれてるんですよ、正直。それでもやっぱりお城がやってる後を続いてやろうという、まあ、志でやってくれてるんだけども、なんとかまあ申しに近いけども、まあ、地元のもんとして、残してくれるように頼みながら続けていきたいなと、そんな気持ちなんですよ。いにしえの人々が訪れた熊野古道阿吾の渡し、今後も続いてほしいですね。この度受賞された皆様は、それぞれの分野において長年にわたり活躍され、素晴らしい功績を残されました。和歌山県としましては、引き続き
各分野において活躍されている方、それから地域において地道に活動を続けていらっしゃる方など、幅広く候補者の選定を行ってまいります。紀の国21、後半は農村地域の保全に向けてです。過疎化や高齢化によって活気が失われつつある農村地域、その保全に向けた県の取り組みを紹介します。和歌山県では優良な農地づくりということで、区画整理や農道の整備、農業用水の確保などに努めております。それと同時に元気な農村づくりということで、ため池の改修や降雨による淡水の防止など防災事業も実施しております。それと連携しましてソフト事業にも取り組んでおります。そのソフト事業というのは、農村の過疎化や高齢化、混住化、担い手不足などによって耕作放棄地が増加していると、そういうことを解決するために地域の方々と一緒に農業生産活動の継続や地域の共同活動を支援する取り組みを行っております。和歌山県の農村の現状としましては、耕地面積が平成27年で 33,700 ヘクタール、これは昭和50年には 46,200 ヘクタールでしたので、ここ40年の間に 27% 減少しております。一方、耕作放棄地については昭和50年の623ヘクタールから平成27年には4,661ヘクタールに増加しておりまして、約 7.5 倍に増えている、こういった状況でございます。農業農村の保全活動として、県では多面的機能支払い制度と中山間地域等直接支払い制度というのがございます。多面的機能支払い制度については、農地や農業用水路の保全を地域の方共同で実施するという共同活動に対して支援しております。もう一つの中山間地域等直接支払い制度というのは、中山間地域の傾斜地のきついところでの農業生産条件が非常に悪いと、そういうところでの農業の継続することに対して支援を行っております。これに加え、県では耕作放棄地再生活動共同モデル事業と、和みの村活性化支援モデル事業を実施しております。耕作放棄地再生活動モデル事業については、耕作放棄地の解消を地域の方皆様で実施していくと、そういうアイデアを募集することで、平成20年から実施しております。もう一つの和みの村活性化支援モデル事業については、平成25年から実施しておりまして、こちらについても地域の方のいろいろなアイデアを実行していただいて、地域の活性化につなげていっていただきたいと、そういうふうな趣旨で実施しております。これらの皆様のアイデアを広く広報することによって、他の地域でも同じような活動が広がることを期待しております。こちらは紀の川市岸川町です。和歌山市に隣接していますが、集落の周りには農地が広がっています。農村地域再生のための取り組みの一つ、和みの村活性化支援モデル事業に選ばれた団体が、こちらの長原北町おこしネットの皆さんです。この日は地域で行われたイベントに農産物の直売所を設けて、自分たちが育てた野菜や果物を販売しました。採れたての野菜を会員の皆さんが袋詰めし、こちらまで運び、陳列の棚もコンテナを使うなど協力してお店の準備を進めていました。代表の山田さんにお話を聞きました。昨日は仲間が集まっているという団体です。はい。
まあ、お年を召した方が多いんですけども、はい、まあ、できたら若い人入ってきてほしいなっていつも思ってるんですけどもね、はい、最初の集まりしてたのは農家の人たちばっかり集まってたんで、非農家の人たちも一緒になんか集まって、まあ、和気あいあいとやれるような会をなんか作ろうじゃないかっていうことで、なかなか最近そういう機会が少なくなってきましたんでね、で、まあ、ちょっと声かけしてやりましょうって言ってた、意外と女性の方たちが積極的に集まってきてくれるようになったんで、まあ、今回こういう子たちまで来たんですけど、まあ、活動したして1年ぐらいなんですけどね、はい、直売所3回ぐらいと、あとあの12月にこちらで岸川イルミネーションっていう催しがあるんですけどね、それでもまた参加させてもらってイルミネーションつけたり、まあ前代炊いてみんなに打ったりとか、そんな活動をしました。この日行われたイベントは町を走る電車岸川線を活性化しようというもので、電車に乗ってやってきた多くの家族連れが畑でジャガイモ掘りを楽しみました。子どもたちも土の中からジャガイモを見つけると歓声を上げていました。そしてジャガイモ掘りを終えた参加者が長原北まちづくりネットの農産物販売店を訪れて、新鮮な野菜を品定めしていました。こうしたイベントに出展することで交流の機会ができ、会員の皆さんもいい刺激になっているようです。何回か過去の経験、それなりにあの成功体験といいますかね、たくさんのお客さんに、まあ、喜んでいただいたみたいなことがありましたんでね、まあ、今回も同じなんですけども、まあ、そういうのが結局やりがいにつながってるんじゃないかなと思って、またいついつやるよっていうふうに声かけしたら、すぐにまあやりましょうっていう感じで集まってくれますんで、はい、こうやってあのスポット的なあのイベントの時に参加させてもらってたのが多かったんですけど、まあ、ある程度ノウハウもできましたんで、今度はもう定期開催っていいますか、一箇所に場所を決めて、まあ、あの月に1回とかあのっていう感じで開催しようかなというように計画をしてます、はい、あのいろんな形のメンバーさん、まあ、非農家の方も農家の方も集まってますんで、まあ、こうしていろんな地域の人たちと触れ合いもできる機会を、あの直売所だけじゃなしに、また何か田んぼ借りたりして、あのお花畑なんかしたりして、イベントの開催したりやっていきたいなっていうのを考えてるんですけど、はい、行政の方たちも結構応援してくれたりしてますんで、まあ、大変ありがたいんですけども、できるだけ、まあ、私たちもみんなで仲間も増やしてやっていきたいなっていうふうに思ってますんで、はい、今後の活動の広がりが楽しみですね。県が行う農村の保全活動事業に選ばれたその他の団体を紹介しましょう。未来龍神は平成23年、24年に耕作放棄地再生活動共同モデル事業を実施しております。地域で食べていた粘りが強くて甘くて美味しい里芋をブランド化しようと 60R を再生し、イベントなどで里芋汁の振る舞いや、また料理教室などを実施しました。龍神村は寒暖の差が大きいことから、このような美味しい里芋が作れるということで、その復活を目指しております。和みの村活性化支援事業は平成25年度より実施してきました。君野町の上高野地区まちづくり協議会では、地域新聞を発行し、休校中の小学校にて石窯を作り、地域外の方々との交流を図り、地域の資源である柿を使った加工品の試作などを行いました。石窯完成後は200名以上が参加した石窯体験会や夏祭りを開催し、ピザを振る舞うなどイベントを開催しています。現在は住民が集まる拠点としてコミュニティカフェの開設を検討中です。和歌山県の中山間地では人口の減少に伴い農家が減少し、耕作放棄地が増えています。これは耕作放棄地の増加は農村の環境に悪影響を与えています。引き続き農地や農業用水路の維持管理を共同で実施する多面的機能支払いや、中山間地域等で営農を継続するために実施している中山間地域等直接支払い制度に取り組みます。また本日紹介しました和みの村活性化支援モデル事業や、
耕作放棄地再生活動共同モデル事業は、今年度から一つの目標に向かって最長で3カ年支援できるように募集要項の見直しを行ったところです。今後もその活動を参考に、中山間地域の農村が住みやすい農村であり続けるために、皆様のアイデアを実現していただき、それが各地域に広く広がっていくことを期待しております。以上、農村地域の保全に向けてをお送りしました。さて、ここで県民の友7月号をご紹介します。こちら、県民の友7月号が出来上がりました。今月号の特集は、県政最前線、みんなで運動、みんなで健康です。1日8000歩運動の実践を呼びかけるとともに、手軽に楽しみながら運動ができる地域コミュニティに密着した県民総参加の健康づくりを推進する取り組みについて特集で紹介しています。その他、県からのお知らせや催しの情報が満載です。県民の友は市町村を通じて各世帯に配布していますが、お手元に届いていないという方は県庁広報課までお問い合わせください。また、視覚に障害のある方のために点字版と音声版の県民の友も制作しています。ご希望の方は県庁広報課へお申し込みください。電話 073-441-2032、 ファックス073-423-9500 までお願いします。続いて、和歌山県優良県産品プレミア和歌山を紹介します。プレミア和歌山とは、和歌山県内で生産・製造されたもの、安全安心を重視したもの、和歌山らしさ、和歌山ならではのものです。今週はどんな県産品が登場するのでしょうか。こちらをご覧ください。今日は田辺市からのリポートです。今週ご紹介するプレミア和歌山はこちら、株式会社リノミアの統計まんじゅうです。田辺市の株式会社リノミアは昭和9年創業、地元に愛される和菓子店として先代から続く変わらぬ味を守り続けています。プレミア和歌山に認定された統計まんじゅうは、去年世界遺産に追加登録された統計神社にちなんだ和菓子です。地元産の柚子と梅を使った2種類の優しい甘さのあんが特徴。また見た目にも華やかな包装は、お土産や贈り物として喜ばれるそうです。この統計まんじゅう、特徴を教えてください。そうですね、やっぱりパッて見て分かっていただけると思うんですけれども、この紅白の可愛い鳥さんたち、このパッケージですね、は可愛いっていう、そちらのところが一番特徴があるのかなと思います。一つ一つ手で型押しして、で表情の方も、頭のとさかの部分とか、あと横の羽の部分ですね、あともちろん目も手作業で行っておりますので、一つとして同じものがない、一つだけの鶏さんになっております。もう誰も本当に表情愛くるしいですけど、愛着湧きそうですね。そうですね、この赤い鳥さんの方は中が、梅あんになっております、はい、でこちらの白い鳥さんの方が柚子あんで、色も違いますし、中身のあんも違っております。柚子味と梅味の2種類があるんですね、はい、です。このパッケージもとっても可愛いですよね、はい。こちらはデザイナーの大上恵子さんにいらして作っていただいたんですけれども、梅とか柚子とかの入っているカラフルなデザインで作らせていただきました。なるほど。そしてこの包み紙を開けた箱にもいろいろ仕掛けがありますね。はい、こちらの方は、上でトントン相撲していただけるような土俵になっております。はい、この相撲ができる鶏もちゃんとついてるんですね。そうなんです。面白い、はい、では統計まんじゅういただきたいと思います、はい、どうぞお召し上がりくださいませ。人気の柚子味を、はい、
目が合いますね。可愛らしいですね。いただきます。もう顔を近づけた瞬間から、はい、ものすごい柚子の香りがふわーってして、このふわふわの皮の部分の中にしっとりしたあんがたくさん入ってますね、はい、こちらの方も、地元産の柚子を使用しております。うわ、本当に後味もものすごく爽やかで美味しいですね。ありがとうございます。あと紅白ですので、いろんなあのお祝い事の場面とかでも、はい、ご好評いただいております。赤ばっかりとか、例えばあの還暦の時とか、あとその何か必勝の験担ぎとかでしたら白とかっていうんで、いろんなバリエーションでお入れすることもできますので、いろんなシーンでお使いいただけたらと思っております。皆さんも株式会社二宮のとても可愛らしい刀剣饅頭、ぜひご賞味ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プレミア和歌山推奨品はホームページで商品リストをご覧いただけます。それでは今週のプレゼントです。先ほど紹介しました株式会社二宮の刀剣饅頭を5人の皆さんにプレゼントします。では今週のプレゼントクイズです。今日後半で紹介したのは1番農村、2番漁村、どちらでしょうか。ご希望の方はハガキまたは紀ノ国21のホームページからご応募ください。ハガキの宛先は郵便番号 640-8533 テレビ和歌山紀ノ国21の係です。ホームページからのご応募はプレゼント専用フォームからお申し込みください。パソコン、携帯電話の両方からご応募いただけます。応募の際はお名前、住所、電話番号、年齢など必要事項をご記入ください。締め切りはどちらの場合も7月5日水曜日必着です。プレゼントの応募の際にも番組へのご意見、ご感想など一言メッセージをお願いします。では先週放送分のプレゼント、荒川の桃の当選者です。クイズの答えは1番のものづくりでした。ご覧の方々が当選です。おめでとうございました。紀ノ国21、来週は男女が共に社会参画することを支援する県の取り組みと IoT や AI など最先端技術の活用を推進するセミナーの模様をお伝えします。来週もぜひご覧ください。それでは今日はこの辺で失礼します。